真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる。まだ言えない戸惑い、全てはこれから、いつでもこれから。 No, I'm ready to be ready for love。 今を生きるために、ジュディ、ねえジュディ、ジュディ、昨日電話があってね、お母様がジュリアにニューヨークの不動産王のご子息を紹介するっておっしゃったのよ。紹介？それって結婚？ああ、ジュリアのお気に入りのドレスと旅行カバンがないわ。サリー、ジュリアは家出したのよ。家出？ジュリア、ジュリア、奥様、とにかく落ち着いてください。ジュリアはどこなんです？そうだったの、ジュリア、きっと相談したかったんだわ。それなのに私、自分の楽しいことで頭がいっぱいで、ジュリアきっと思い詰めて。どうしてそれに気づかなかったのよ。私のせいだわ。私があの時ジュリアの相談に乗ってあげてさえいたら。ジュリア、どこ行っちゃったの？ジュリア。おや、ジュディだったね。あ、運転手さん、大変、ジュリアがいなくなっちゃったんです。一緒に探してください。え、お嬢様が？まだキャンパスの中にいるかもしれませんから。いや、こら大変だ、お嬢様。ジュリア、ジュリア。私が相談に乗ってあげてれば。おはよう、おやさん。いや、ジミー、来てるよ。早くから開けてもらってすいません。何、いいさ。隅に置けないな、ジミーも。え？あ、違うんですよ。やだな、親父さん。誤解しないでくださいよ。そんなんじゃないんですからね。もう、参ったな。参ったな。一体何の話だろう。行ってきます。いや、遅れてすまない。いいえ、私の方こそこんな早くに。いや、いいさ、ちょっと眠たいけどね。なんだ、おやさん、何も出してくれなかったんだね。ちょっと待ってて。コーヒーでいいかな？ええ、そう。
で、話して。私、今日これからニューヨークへ参りますの。ご両親のところへ？私のために晩餐会が開かれますの。へえ、すごいじゃないか。そこで男の方に引き合わされますのよ。結婚を前提にお付き合いする相手なんですって。結婚？ああ、そう。そいつはおめでとう。ありがとう。あ、冷めないうちにね。結婚か。じゃあジュディたちも驚いただろうね。いいえ、ジュディにもサリーにも話してないわ。真っ先にあなたに知らせたかったの。え？あ、そう。パパとママが決めたことですもの。きっと幸せになれると思いますの。え？ああ、もちろんだと思う。幸せになれるさ。本当に？え？本当に？本当にそう思って。あ、ああ。ありがとう。それじゃ。もう行くのかい？あの。そこまで送ろうか。結構よ。あのコーヒーは？ねえ、ちょっと。ああ。どうしたんだ、ジミーと喧嘩でも？おい、ジミー、ジミー、何やってんだ、ジミー。おやじさん、どうもすいません、割っちまった。そんなことよりいいのかい？彼女をひどく思い詰めた顔で泣いていたぞ。ああ、そうだった。ジュリア！ジュリア！まずったな。おやじさん、電話借りるよ。ああ、お嬢様は一体どこへ？に立ち寄ったらしいのよ。大丈夫、私すぐ行ってみるわ。ここお願いね。あ、ジュディ。隠しても分かります、あなたがジュリアをそそのかしたのでしょ。ちょっとお母様、それどういう意味なんですか？静かに。よいしょ。やあ、ジュディ。あれ、サリーは？ちょうどよかったわ、町まで乗せてってほしいの、お願い。え、でもサリーと約束しているんだよ。大丈夫よ、サリーには後で説明するからね。ねえねえ、どうしたの？何なのかしら。では、我がファーゲッセン領にお入りになるための正規の手続きを。どこなんです？あなたもルームメイトならジュリアの居場所ぐらいお分かりになるでしょ。
さあ、もう時間がないんですよ。時間？失礼。大変、遅刻だわ。お待ちなさい、サリー。待てないんです。サリー、そんな格好でどこへ行くんですか？着替えなくっちゃ。お待ちなさい。どこへ行くつもりだったんです？ジュリアの居場所を知ってるんでしょう。奥様、廊下を走ってはいけません。奥様。ああ、お嬢様。奥様、やめてください。ねえ、もう少しスピード出ないの？無理無理、動くだけでめっけもんさ。戻ってもって、サリーに説明してくれるんじゃないのかい？そうですか、そんなに思い詰めた様子で。ジミーが止めてくれると思ってここへ来たんだわ。それでジミーは国道の方を探してみるって車で飛び出していったよ。じゃあ私は街の中を探してみます。どうもありがとう。ジュリア、おお、どちらまで？あの今度の下り列車で終点まで。はあ？どこへ行ったの、ジュリア？急いでたもんで。ボブ、サリー、すぐ戻るからそこで待ってて。え、
けど。あ！でもどうして？今日はみんなどうかしてるよ。訳も話してくれないんだから。こら、危ないじゃないか。ジュリア、ジュリアはどこですの？ジュリア、お母様、こちらです。ねえ、どうかしたの？あ、いや、今手当てをしているとこなんですけど。手当て？それ一体どういうことなんです？駅のホームで倒れたんです。それでちょっと怪我をしたんですか？ま、ご心配なく、大したことはないんですよ。ジュリア、ジュリア、さっき鎮静剤を飲ませましたから、だいぶ興奮してたもんで。夕方にはすっきりと目が覚めますよ。夕方ですって？冗談じゃありません。今日は大切な用があるんです。大したことがなければすぐに連れて帰ります。ああ、でも今日は動かさない方がいいと思います。こんな状態ですから。何を言ってるんです？ あなたね、ジミー・マクブライドは、なんてことしてくれたんです？今日はあの子にとってどんな大切な日かお分かりなんでしょうね。場合によっては告訴しますよ。アレック！はい、奥様。来ないで！来ないで！お願いです、ジュリアを連れて行かないで。何ですって？ジュリアがかわいそうです。こんなことになってもジュリアより縁談の方が大事なんですか？まさかそれは娘の方が。怪我をしたからですか？心の傷は心配じゃないんですか？何の話ですか？今日の縁談とジュリアの怪我は関係ありません。ジュリアがかわいそうとおっしゃるけど、この縁談は何もかもジュリアのためなんですよ。考えてもご覧なさい。この縁談がまとまればジュリアがどれほど幸せになるか。何しろお相手はいくら名門でもお金持ちでも、本当にそれだけでジュリアが幸せになれるんでしょうか？ジュリアの幸せは自分の力で幸せをつかみ取ることなんじゃないでしょうか？ジュリアは一生懸命だったんです。一生懸命自分の力で幸せをつかもうとしてたんです。お願いです、どうかジュリアの気持ちを分かってあげてください。自分の力ですって？そんなの無理に決まってるじゃありませんか。あの子はまだ子供なんです。親の私たちがしてあげなければ何にもできないんです。でもそれじゃあ、ジュリアはこれまでずっと私たちの言うことを聞いてきたのです。あの子はそれで幸せでしたわ。今回のことにしても、最初は嫌というかもしれません。でもいずれは私たちの言う通りにしてよかったと思うに決まってるんです。違うわ、ママ。ジュリア、あなた。ジュリア、ありがとう、みんな。やっぱり自分で話さなくちゃいけないわね。怪我なんて嘘よ、ママ。なんてこと。告訴します、断じて告訴しますよ。身を戦ってジュリアにこんな芝居をさせるんだって。それも違うわ、私がみんなに頼んだの。まさか本当よ。いいでしょう、とにかく動けるならすぐ行くんです。まだ間に合いますからね。ええ、行くわ、ママ。まあ、やっと素直なジュリアに戻ってくれたのね。さあ、行きましょう。ジュリア、ありがとう、ジュディ。行くわ。そして自分の口ではっきりと断ってくる。え、私、自分自身の人生のために行くのよ、ママ。もう逃げないわ。ジュリア。ごめんなさい、サリー。心配ばかりかけて。いいのよ。ありがとう、ジミ。ずいぶん一生懸命してくださったのね。いや、君が結婚しちゃったら、その、寂しくなると思ってね。本当に？仕事の邪魔をしちゃってごめんなさいね。なん、いいさ。それじゃ。あ、ジュリア。帰ってきたら
映画に誘うよ。あ、嬉しいわ。ぜひお願いね。旦那、まあそう、よかったわね。ボブにはちゃんと説明しといたわ。まあいいわよ、そんなに急がなくても。ペンデルトンさんがお相手してくださってますから、退屈なんてしてません。それじゃあ。あ、ねえ、どうだった？ボブ怒ってるって？それより私大変なこと忘れてるような気がするわ。チェック。ありゃりゃ、また負けた。よし、もう一回行きましょう。いいとも。ジュディは今日で17歳になるんだ。次の勝負で17回目。そろそろ帰ってくるかな。さあさあ、お茶にでもいたしましょうか。これはどうも。のお宅のクリスマスパーティーに私とサリーが招待されたの。そのパーティーの席でジュリアのお母様が私のこと調べたなんて言うもんだから。次回、聖夜のさようなら、お楽しみに。You